はい、皆さんこんにちは、シナタンです。今回はですね、ルックブックを撮っていきたいなと思うんですけれども、こちらの UGG のクラシックウルトラミニプラットフォームを使った10コーデを紹介していきたいと思います。私この UGG のこの厚底のシューズめちゃくちゃ大好きで、めっちゃ履いてるんですけど、この UGG の着回しのねコーディネートを紹介してくださいっていうお声を結構いただいていたので、今日はそれを紹介していきたいと思います。ではまず一つ目のコーディネートはこんな感じにしてみました。私の好きなジャケットスタイルなんですけど、それにロングスカートを合わせて全体的にトーンをちょっと淡めにしてみました。やっぱこれから春になっていくと思うので、なんかこういったようなちょっと淡い春っぽい感じのコーディネートもいいかなと思うので、今回はこんな感じで組んでおります。でこの UGG のブーツのブラウンカラーがすごい絶妙なカラーで、本当にどんなコーディネートにも合わせやすくて、どんなカラーでも合わせやすくてめちゃくちゃ使えるんですけど、このコーディネートもすごくまとまった印象が出てるんじゃないかなと思います。で厚底になっているので、このスカートの丈とかもちょっと長めのものとかを逆に持ってきてあげても厚底になってるからスタイルアップできるので、私は結構この UGG のブーツを合わせるときはロングのボトムとかを合わせることが多いかなっていうふうに思います。ということで2コーデ目に着替えていきたいと思うんですけれども、2コーデ目はですね、さっきとはちょっと打って変わって全体的にダークな感じのカラーを使ってます。ブラックのアイテムを中心にコーディネート組んでいったんですけど、こういったブラックにもやっぱり合うんですよね、このUGGのブーツって。逆にこのブーツがポイントになってちょっと抜け感が作れたりするので、こういった暗めのコーディネートとかにもすごくおすすめなブーツになっております。今回は結構ストリートスタイルというか、ちょっとこうメンズっぽいような印象もあるかなと思うんですが、いろんなジャンルのファッションにマッチしてくれるブーツになっているので、本当にこのブーツは一家に一足というか、持っててもマジで損はないなっていう風に思います。カーゴパンツとかにも本当に相性が良くて、私も今回カーゴパンツ合わせてるんですけど、裾を絞ませて履いても可愛いんですけど、私は広げて履いてちょっとこうブーツにかける感じとかがすごいバランスが可愛いなと思うので、結構こういった履き方をすることが多いです。では次3コーデ目に着替えていきたいと思います。3コーデ目もジャケットを使ったスタイルではあるんですけど、今回はミニのボトムを合わせてみました。このハーフパンツを合わせてるんですけど、こういったハーフパンツにも私だったらこんな感じでさっきと同じように白ソックスをそのまま合わせて履くかなって思います。今回はこのジャケット合わせてるんですけど、なんかレザージャケットとかでもすごい可愛かったなって思います。バッグはミニのバッグをねちょっとパッと持つ感じでコーディネートを組んでおります。こういったちょっときれいめのファッションとかでも結構合わせてあげると、このブーツが少しカジュアルっぽさを演出してくれるので、普段でも着やすいきれいめな感じのコーディネートかなと思います。では次4コーデ目に着替えていきます。4コーデ目もちょっとラフな感じで組んでみました。このコーディネートは結構こうデイリーコーデっていうか楽ちんなコーディネートです。やっぱりこのブーツがアースカラーというかブラウンのカラーになっているので、他のアイテムとかもアースカラーでまとめてあげるとすごいまとまりが良くなっておしゃれに見えるんじゃないかなと思います。本当に全部アースカラーで揃えても可愛いかなと思ったんですが、私は全部アースカラーで揃えるとちょっとメリハリがなく感じちゃうかなと思ったので、バッグだけブラックの濃いものを持ってきてキュッと締めた感じのコーディネートにしております。私最近なんか多分上はちょっとピタッとしていて、下にボリュームを持たせるっていうコーディネートがすごく好きなんですよね。結構高身長の方が似合うファッションなのかなと思うんですけど、かっこいい感じの印象があると思うので、最近はそういったファッションがとてもタイプです。では次5コーデ目はこのニットがすごくオーバーサイズでゆったりとしているので、これ1枚でも可愛いかなと思ったんですが、私は1枚だけで着るとちょっと短く見えちゃうかなと思うので、中にスカートを合わせてます。こういったちょっとダボっとしたニット1枚でゆるっと着てあげて、このブーツ履いてあげるのもすごい可愛くないですか。やっぱ厚底になっているので結構スタイル漏れもするから、足も長く見えたりとか足も細く見えるし、思い切って肌見せしてみるのもありなんじゃないかなと思います。ちょっと今回ハットとかもかぶって結構カジュアルな感じのスタイルを作ってみました。やっぱほんとこのブーツって何でも合わないですか何でも合いすぎちゃって、私はもう困った時はこのブーツを履いてるんですけど、本当に何でも相性のいいカラーなのですごくすごく助かってます。では続いて6コーデ目組んでいきたいと思います。
ロックオーデメモすごいシンプルでカジュアルでデイリーコーデという感じですごく着やすいコーディネートかなと思うんですけれども、ほらまた私上ピタッとして下ダボッとしてますよねやっぱこのスタイル私すごい最近多いんですけど、このボトムもすごい気に入ってます。このローライズのデニム結構ダボッとした感じになっているので、やっぱこの厚底とすごいバランスが良くて、この組み合わせはとても好きな組み合わせです。ちょっと春らしく淡めのブルーのデニムを選んでみました。だけど上はカーキのトップスを持ってきていて、カーキもねアースカラーなのでブーツとのバランスもすごく可愛いかなと思います。このトップスなんですけど結構絶妙な丈感になってて、こういったローライズのボトムとかと合わせるとちょっとお腹がチラッと見えてすごい可愛いのでおすすめです。このなんかハイネックだけどお腹が見えるっていう、このなんかアンバランスな感じというかがすごい可愛くて私は気に入ってます。では次7コーデ目を組んでいきたいんですけれども、7コーデ目はちょっとゴシップガールみたいな感じで、このブーツをどうしても私はスクールガールっぽく履いてみたかったので、こんな感じで制服チックなコーディネートにしてみました。このベージュのミニスカート、あのミュウミュウのコレクションであったんですけど、そのルックがすごい可愛くて、いろんなとこからこういったベージュのミニのスカート出てたりとかするんですけど、このスカートにもアグめちゃくちゃ合うので、今回はこちらのスカートを使ったスクールガール風コーデでございます。ワイシャツでネクタイっていうのが結構もうほんとスクールっぽい印象があると思うので、割とこの組み合わせを合わせるだけでそういったスクールガールっぽい雰囲気のコーディネートが組めると思うんですけど、今回ちょっと大きめのカーデをゆるっと着てみました。ジャケットとかレザージャケットとかブルゾンとかでも可愛いかなと思うんですが、このアグのなんかムートンのこのモコっとしたこうゆるっとした感じがカーデと相性がいいかなと思ったので、今回はカーデを合わせております。では次8コーデ目を組んでいきたいと思います。さっきとはちょっとまた打って変わって結構こうクールレディーな感じのコーディネートになってるんですけれども、このネックレスにしてるのベルトなんですけど、前コーデ品でも紹介したザラのベルトなんですけど、これつけるだけでなんか一気にこう個性派なコーディネートができるので、このベルトは結構私おすすめなアイテムです。すごい存在感があるから、こういったシンプルなコーディネートとかに合わせてあげるとすごい可愛くて、なくても可愛いコーディネートではあるんですが、ちょっと癖つけたいなとかちょっと個性的なファッションしたいなっていう時とかにこのアイテムがあるとすごく使えると思います。でこのパンツなんですけど、すごい伸縮性があってすっごいスタイル漏れするんですよね。フレアパンツになってるんですけど、この裾がチャックで自由自在に開けたり閉めたりできるので、またシルエットを変えられることもできて、でしかもハイウエストなのでマジで美脚に見えるパンツになってます。では続いて9コーデ目を組んでいきたいと思います。9コーデ目は結構こうストリートカジュアルっていうか、ちょっと海外っぽい、海外のストリートスナップとかでありそうなコーディネートかなと思うんですけれども、ボディースーツがやっぱり可愛いですね。ローライズのボトムとかと合わせた時に腰のあたりがチラッと見える感じが私はすごい好きで、とても可愛いなって思うので、このコーデも結構お気に入りです。このパンツなんですけど、ツーウェイになってて、こうやって折り返すこともできて、折り返すと裏に刺繍が見えてくるんですけど、これがすごい可愛いので、アウターは今回ショート丈のアウターを合わせました。結構このコーディネートは私の普段のスタイルに近いかもしれないですね。ラフさの中に、ちょっとこうクールな印象もあるようなコーディネートがすごい好きなので、このコーディネートすごい私っぽいのかなと思うんですけど、どうだろう？どうですか？はい。じゃあ次ラストの10コーデ目組んでいきたいと思います。10コーデ目も同じパンツをちょっと着回してみようかなと思うんですけど、次はジャケットスタイルを作ってみました。やっぱデニムにジャケットってすごい私は好きなスタイル で、しかもジャケットなのにこのルーズなパンツっていうミックスされた感じのコーディネートがすごいタイプで、結構今の気分なので、それはこういったスタイルをたくさん組んでいきたいなって思ってます。で、あと私が最近すごく注目しているこのスカーフ。これは私すごい推しのスタイルなので、今回ちょっとコーディネート1個作ってみました。はい、ということで今回はこんな感じでアグのクラシックウルトラミニプラットフォームを使ったコーディネートを10体紹介していきました。本当に着回しの効くとっても便利なシューズなので、まあ、すでに持ってるっていう方も多いと思うんですけど、皆さんチェックしてみてください。持ってるっていう方はなんかコーディネートの参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。